さあ今日はですね、星野リゾートアルツバンダイにやってきました。やってきましたね。やってきました。ということは、ということはスキーかスノボですね。違うんです。違うんですか。今日はですね、ちょっとレアなスノーアクティビティを今日は体験したいと思います。ほう、新しいですね、うん、何ですかあれ。それは家族で楽しめるスリル満点のアクティビティ。さらに初心者でも簡単に乗れちゃうスノーギア。今年の冬をもっと楽しみたいという方必見。県内ではレア、しかも気軽に楽しめるスノーアクティビティを紹介します。ごめんなさい、すいません。県内では珍しい冬のアクティビティを体験するためやってきたのは星野リゾートアルツバンダイ。まず最初のアクティビティ、はい、あちらになります。何ですかあれ。こちらですね、スノーラフティングになります。スノーラフティング。ラフティングといえば川下りでおなじみですが、なんと雪の上でも楽しめちゃうんです。こちらはどうやって乗るんですか、うん、はい、こちらのボートにお二人で乗っていただいて、はい、こちらのスノーモービルで引っ張ってもらう形になります。面白そう。結構スピード出るんじゃないですかそれ。そうですね、迫力があって楽しいです。はい、すごい。いきなり怖い。対象年齢は5歳から、定員は4人なのでグループでも楽しめます。土日祝日限定ですが、予約いらずで楽しめるのは嬉しいですね。2人はもちろん初体験。じゃあそれではお願いします。お願いします。お楽しみはスピードだけではありません。とってもエキサイティングでした。でも本当いろんな人楽しめそうですね。ねえ、なんか家族連れとかでも良さそう。確かに小さなお子様も楽しめますね、うん、続いてのアクティビティへは赤べこ雪上車で移動します。車内には愛くるしい赤べこがたくさん。フォトジェニックならぬベコジェニックな思い出を残せそうですね。さあ続いてのアクティビティなんですが、はい、平田さんがどこかに行っちゃいましたね。ね、ここで待っててっては言われましたけどね、はい、どこに。お、平田さんじゃないですか。平田さん何か乗ってますか。なんか初めて見るものに乗ってるけれど。すごい、おー、すごい。これ何の乗り物ですか。これはスノーモトです。雪上自転車とも呼ばれるスノーモトはハンドル付きでバランスが取りやすく、少し練習すれば初心者でもすぐに楽しめると評判の乗り物。こちらでは全コースで滑走可能、レンタルもできるので気軽に体験できるんです。スノーボードの経験はある2人ですが、スノーモトはもちろん初めて。まずは止まり方を教えてもらいます。止まり方はハンドルを曲げるっていうよりかは、はい、まっすぐ進んでて左に止めてとギューって踏んでいくと板が勝手に横になっていくんですよ、はい、止まり方が一番難しい。難しいです。ちょっとで板がこうなってくるので、はい、こう止まったら降りるという感じで足をついて、はい、少しずつ滑る距離を伸ばしながら練習していきます。そうです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 。あ、ばばばばなんとか止まりましたね。なんとか。ちゃんと止まりましたよ。確かに止まることはできました。練習すること15分。おお、上手ですね、まっすぐ滑るの。そうですそうですそうです。おお、できた。止まれた。
完璧です。楽しい完璧です。完璧だ。一方、溝江アナはいい感じ、いい感じ、ゆっくりゆっくり、そうです、そうです、そうです、やばい、怖い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 、ごめんなさい、すいませんどこ行っちゃうんですか遥か向こう彼方へ行ってしまいました止まれなかったその後もどんどん上達するアリスちゃんに、なかなか止まることができない溝江アナ、取り過ぎちゃっていきましたね、また皆さんもちょっとレアなアクティビティで新しい冬の楽しみを見つけてみてはいかがでしょうか。